ケモントーナメント任天堂カップスーパーボール。熱い声援に迎えられ、今バトル開始です。打撃攻撃に強くなりました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで自陣攻撃、よしヒット、おっとダウンだ。さあ次のポケモンを準備です。ここでピッチの登場だ。両者とも大健闘です。クロッチョ狙い的中。これはどうだ、アルス一発、白熱したバトルが続いております。おっとこれは来た、あーノックアウト。さあ一方的な試合が展開されております。ここでトゲピーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おおっおっと、このポケモンではまずかったか。これで勝者決定です。ここで試合終了。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出しバトルが始まりました。まだまだ勝負の行方は見えません。ここでポケモンを交代します。ここでヘルガーの登場だ。この攻撃、おっとこれは外れ。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。
今度は。おっと、これはいまいち。ここで火炎放射だ。これは有効だ。一撃で崩れ落ちた。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでメタモンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。あーっと、これは重いヒット。これで残るポケモンは0となりました。ここで試合終了。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。おっと、怪しい光だ。あーっと、混乱した。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでサンダーの登場だ。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。あーっと、大雨になりました。おーっと、日差しが強くなりました。両者とも大健闘です。あーっと、激しい雨が降り始めました。この場面で、あーっと、混乱した。おっと、持っていた道具で状態異常を回復です。さあ、熱いバトルが展開されております。いった。おっと、大ダメ。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、次のポケモンを準備です。ここでラフレシアの登場だ。これは先ほどのポケモンの屈辱を晴らすような活躍を見せてくれるか。さあ、激しいバトルです。エアロブラスト。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここで大滝の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。
現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。ここで雷だ。これは厳しいヒット。これで勝者決定です。